明治座9月純烈公演に出演します後上翔太です。前回2021年の時はですね、初社長として頑張ったんですね。でやっぱこう初社長としてやっぱちょっと初だからまあいいかなみたいなことでお客様もね、あの初社長を温かく見守っていただいてたと思うんですけれども、今回はやっぱ座長としてね初が取れるわけですから、その期待に応えられるように、約1ヶ月弱ですか、もう本当心の健康、体の健康を整えながら、公演に全力で挑みたいなと思っております。1930年代ハリウッド、生まれてもないし行ったこともないっていうことではあるんですけれども、例えば言葉を聞くとちょっとおしゃれというかかっこいい雰囲気であるとか、あとは古き良きみたいなイメージが湧いてくる部分もあるんで、それをこうでもそんなストレートに古き良きかっこいいものをやらせてもらえるとは思えないんです。なんかこう純烈らしくちょっとふざけた感じとかねなったりとかするイメージもありますし、まあ、前回はイメージキービジュアルが白川さん一人が白いタキシードで残りの3人が仲間みたいな雰囲気だったんですけど、今回ねちょっとあのリーダーの様子がおかしいですよ。なんか企んでんじゃないのかなと思ってるんで、そのあたり注目していただきたいなと思います。公演が始まるとですね、1日2ステージが続いたり、まあ1ステージの日もあるんですが、毎日こうやっていくわけなんですけれども、まあ、曲目に関してはおそらく大きな変更は多分ないと思います。ただ純烈はショーというとですね、例えば1時間あったら、歌30分から40分、トークが20分から30分と、この割合がですね非常にトークの占める割合が多いということでですね、この歌は日々変わらない部分が多いんですけれども、トークはですね、多分その日楽屋であったこと、世相などなど反映させながら、もう本当にひっちゃかめっちゃかやると思うんで、わーっていうトークとちょっとキュッとやる歌と、この対比を楽しんでいただきたいなと思います。基本続かないんですよ、飽き性って。なんだろう、今年入ってから、まあ去年の終わりぐらいからかな、マイブームが起きてるって言ったらサウナですよね。あのサウナ結構週3、4ぐらいで行ってるんですけど、あの巷ではこうスーパー銭湯アイドルみたいに行っていただくことがねあるんですけれども、いやこう僕自身の趣味が、世間での呼び名に追いついてきたかなということで、スーパー銭湯アイドルとしてサウナに行っております。2023年から新体制となった純烈、新たな4人で一生懸命一公演一公演全力でぶつかっていきたいと思っておりますので、公演による微妙な違いなどあるかと思いますけれども、なるべくたくさん足をお運びいただいて一緒に楽しい時間を過ごせたらと思っております。明治座9月純烈公演、劇場でお待ちしております。